簡単マイコン教室、おっちゃん先生の問いです。おはようございます。と第14回のおまけになります。まあ、おまけなんですが、非常に大事な機能ですね。これメインで、説明もしてみたいんですが、小学生向けにこの説明をするのは少し違うかなと思っているので、まあ、おまけの中で、解説をして、見ていただければと思います。とこのグラフというブロックを使うとこれが出てくるんですね。このグラフ、まあ、この状態はまあ、エラーの状態なので反応しませんが、これをちゃんと機能する状態にするとシミュレーターが出てきます。で、まあ、明るさを入れてここの最大値255、まあ2の8乗ですね。256が0から始まっているので最大値は255になります。まあ、この話はとまた次回のおまけのあたりでお話したいと思いますが、今日はここです。で、まあ、この棒グラフを使うとこのシミュレーターっていうのが出てきます。これまあ押してもらえばいいんですが、こんな画面が出ます。で、ここのバーを上下させるとこういうふうになるよと。で、その時の値、光センサーの値がこうだよっていうふうに出ます。今光センサーの値が198なので、その198が400回500回ずっと続いてますよと。で、これ非常に面白い機能ですが、これシミュレーターなんですね。これ実は実物でもこれと同じように動きます。この機能が非常にマイクロビット特有で、とこれ同じことを別のマイコンでしようとすると結構大変なんですが、とマイクロビットは非常に簡単にできます。で、非常に簡単なんですが少しややこしいんですね。まずどうするかっていうと、このネジ歯車のマークをクリックしてもらって、デバイスを接続するというメニューを選びます。この時に大事なのはちゃんとデバイス、このマイクロビットのことです。マイクロビットをつないでおいてください。これをするとこういう画面が開いてですね、マイクロビットつないでくださいねということで、でここが注意で、このファームウェアのバージョンが 0.249 以上である必要がありますということで、まあ、最近買われた人はまず大丈夫だと思うんですが、もし古いマイクロビットの場合はこの作業をしてもらわないといけないかもしれません。これの説明はさらに大変なので、まあ、これに該当しちゃう人、残念な人はここをチェックしてやってもらえればと思います。で、ここですね、これでつなぐと、ここでも分かります。これがつないであると出てきます。これがって言ったら見えにくいですか。マイクロビット、その先ほどのファームウェアっていうののバージョンが高いやつがちゃんとあると、つないであるとここにこれが出てきて、これを選ぶことができるんですね。選んでですね、接続を押してください。で、こうするとですね、実はデバイ、今少し出たんですが、デバイスが認識されて、いつもこれを押してマイクロビットを選んで保存って押してくださいねってやりますが、これでつながるとダイレクトにこのダウンロードができるようになります。ダウンロードしています。この機能は先ほど言ったように、このマイクロビットのファームウェアっていうののバージョンと、まあこの接続の状態とかがあるので、どこの学校でもちゃんと動くかっていう自信がないので、私はもういつもここで説明させてもらってますが、もしこの手順ができる環境であれば、最初につないだ後、これ選んで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 、で、ここへ出て、もうこれ済んでるから、できてますよと出てますが、何回やってもエラーにはなりません。で、こうすると、接続しましたと。つながらないときは、今のここの画面がエラーになりますけどね、接続しましたと出てきて、もうあとはこの書いたプログラムをこのダウンロードボタンを押すだけでもう書き込みが始まって終わるというふうになります。
で、この接続した状態でプログラムを書き込むと、すごいのはこのシミュレーターの下にデバイスっていうのがもう一つ出てくるんですね。これを押すとですね、こんな風に出てきて、これ実物の動きでちゃんと出てるんですね。と、これなぜこういうことができるかっていうと、この電源のケーブルを使って信号もこのコンピューターに取り込んでて、で、その今のセンサーの読んでるあたりですね、これをコンピューターに送ったのを画面に書いているということになります。で、実際に出てる値もこうやってずっと出てます。で、真っ暗にすると、まあ、ずっとゼロですよって、ここに出てるのはゼロがこう何回も続いてますよという意味です。まあ、動いてる間は書き換え直されてこう数値が出てくると。で、よし、今で止めろということで、実験終了ということで止めれば、こうやって実験したデータが画面に残りますが、これちゃんとデータも残ってます。このボタンです。このボタンを押してもらうと、今まで取ったデータが CSV という形式です。まあ、ご存知の方もあるかもしれませんが、取ったデータが巻まで区切られてデータになって、Excel で、見れるような表計算ソフトですね、で見れるような形式になります。これを保存してみましょう。気をつけないといけないのは、今マイクロビットが保存先になっているので、ダウンロードかどこかにちゃんとコンピューターの中に決めて保存してください。で、まあ、Excel がインストールされていれば、Excel のマークが出ているので、これをクリックすると、Excel で開いて、このグラフですね。このグラフが、このグラフのデータですね。このグラフのデータがこのように保存されています。まあ、ここからこれをグラフにしてもらえればいいんですが、グラフ、Excel であればこれをさらにグラフにする機能があったと思うんですけどね、グラフ、おすすめグラフってやるとこんな風になってですね、先ほどやったデータですね、まあ、これがいいかとか、まあ、これぐらいがいいかもしれませんね。この時間の列、これが水色になってますが、これクリックするとなんと先ほど取ったデータがグラフになっちゃってます。で、ここはちゃんとしたタイムスタンプで、ミリ秒で時間軸もちゃんと計測されています。まあ、大学生であったり、まあ、こういうのが分かるエンジニアの方っていうかね、お父さんだったらこの機能はすごいなと思ってもらえるんじゃないですかね。2000円でと計測して保存して Excel で開けるというところまでが本当に小学生でもできるレベルになっています。とマイクロビットの説明サイトに行くとですね、まあ、小学校の 4,5 年生に対して、まあ、ここを、まあ、この今の光センサーでもいいですし、ここに何かセンサーを温度センサーをつけて、でお湯の中に入れて、でそのお湯を沸かしながらデータを計測して Excel でグラフを書いて考察ですね、考えてみましょうというような課題がサンプルに載っているような記事もあります。非常に強力な機能だと思います。まあ、こういう機能もあるので、私はマイクロビットをおすすめしています。だから大学生とか、まあ、私の学校の高専生でもそうですが、少し何かデータを取ってコンピューターに保存するっていうと、いろんなこういうコンピューターを使うと大変な作業になるんですが、プログラムを書かないと取れないっていうことになるんですが、これは非常にマイクロビット簡単に取れるので、非常に、使いやすいと思います。今日は少しおまけで長くなってしまいましたが、どちらかというとこのデータ計測機能ですね、本編っていう感じで、10分ぐらいになりました。いろんな解説をサイトで、教材としてデータを置いています。こちらを見てもらうと教材が置いてあって、
で、そこに今日のですね、まあ、動画で説明したので、まあ、動画はいつでも止めたり巻き戻したりできるのでやってもらったらいいですが、まあ、こういうふうなどこをどの順番で押していくとどういうふうな画面が出てくるかっていうような教材も作っています。まあ、よかったらこれもダウンロードして使ってもらえればと思います。非常に便利な機能だと思います。はい、じゃあおまけと言いながらかなり本編っぽくなりましたが、少し高度な内容です。対象は、まあ、中学生ぐらいであれば十分使ってもらえるんじゃないかと思います。とよかったら一度チャレンジしてもらったらと思います。簡単マイコン教室ご覧いただきありがとうございます。じゃあ今日も一日頑張りましょう。ご覧いただきありがとうございました。このマイクロビットを使ったプログラミングのチャンネルになります。小学校のプログラミング必修化を少しでも応援したいなということで始めています。